よって自民党を離党した豊玉由子衆院議員が自身の選挙区である埼玉県新座市で支援者向けの会合を開催し、その後に騒動後初の会見を開いた。だがこの会見内容がメディアで批判の的となっており、ネット上でも謝罪の態度が違うだろうなどと非難が集中。むしろ逆効果だったのではないかと思えるほどの窮地に立たされている。豊玉由子元秘書ら猛反論。パニックなんて言い訳、暴言は日常茶飯。元秘書や事務員らはパニック状態という言い訳は作り話、あのレベルの暴言というか発言は日常茶飯時。運転している最中に肩を叩かれたり座席をダーンと蹴られるとかあった。記録を見ればすぐにわかることだが、アルバイトを入れれば100人は辞めているんじゃないかと話す。そして新たな録音データも公開された。地方省がお前らは、地方省がジジイとババアで、つもりがなかったら代議士に恥をかかせてもいいのか、つもりがなかったら代議士が誰かから怒鳴られてもいいのか、つもりがなくてもな、人殺したら過失致死で牢屋に入るんだよ、死ねば。浜田恵子ビジネスインサイダージャパン統括編集長。死ねばとか地方省がは人格攻撃につながります。企業なら一発で処分を受ける。パニック状態に陥っていたというが、そういう精神状態であればこのまま議員活動を続けることはできないのではないでしょうか。玉川徹テレビ朝日解説委員。こういうことでパニックになる人が日本の舵取りをやっていけますかね。よくよく考えて主張したのだとしたら、語るに落ちたというか自分の資質が問われることをあえて言ってしまったと私には思えますね。記者に逆ギレ、反省モードでも隠しきれない本性。会見はいきなり豊田議員のメイク待ちで40分遅れとなる波乱のスタート。豊田議員は自身の進退に関して、楽な道であれば議員を辞めてしまった方がいいと思いますが、孤独の中で恥をさらしながら生きていくのが大事と考えたと議員続行を表明し、10月にも行われる可能性がある次期衆院選についても、選挙に受からなければ議員は続けられないと事実上の出馬宣言が飛び出した。精神不安定を理由に入院している豊田議員はこの日も病院から会場入りし、途中で耳鳴りがと弱々しくうずくまる一幕もあった。だが会見終盤に暴言テープの存在を最初にスクープした女性記者からの質問で表情が一変。お前の娘が通り魔に強姦されたらどうするんだと発言した事実を豊田議員が当初否定していたことを追及された途端、眉をつり上げて切れ気味の口調で、脅迫する趣旨で申し上げたのではありませんと返したのですと反論し、それまでの反省モードが吹き飛びそうな状態になった。この会見を取り上げた情報番組バイキングでは、司会の坂上忍があれを見たらみんなこいつこれからも変わらねえなと思っちゃうと辛辣コメント。同日放送の情報番組ビビットでも、司会の悩み気が人格が戻ってきている気がすると指摘した。地元の支援は根強いが次期衆院選は苦戦必至。豊田議員は暴言の原因が秘書の度重なるミスだったと釈明し、あれほどの状態になったのは初めてだったと明かしました。しかし本当に初めてだったのなら、元政策秘書がわざわざボイスレコーダーを用意していたのは不自然。また元政策秘書の顔が腫れ上がるほど暴行したという報道については、私は非力な女で格闘技を習っていたわけでもない、大怪我させたというのは違うと釈明しましたが、これでは暴力行為への反省が全く感じられない。さらにネット上でも批判が殺到。あまりにお粗末な会見に謝罪の態度が違うだろう。記者に切れた時が本性でしょう。いかにも計算して謝罪してますって感じがする。国会が解散しそうだから出てきただけでは、会見が本気だったらもはや二重人格などと非難の嵐が巻き起こっている。この状況で次期衆院選に出馬するのは厳しそうだが、会見前に行われた支援者向けの会合では頑張れという声援が数多く飛び、激励ムードでした。世間の目は厳しくとも地元の支援は根強いようです。しかし世間の批判によって自民党が次期選挙で豊田議員の支援から手を引くのは確定的。厚労省出身の豊田議員は自民党とつながりの深い複数の医師団体などから支援を受けてきましたが、それも打ち切られる可能性がある。何より地元の有権者から
当選させたら地元の恥と思われるような会見をしてしまったのが致命的です。もはや会見せずに雲隠れしていた方が利口だったのではないかと思えるほどの惨状。火だるま状態になりながら次期衆院選を見据える豊田議員に復活逆転の目はあるのだろうか。この女の本性は園遊会でトラブルを起こした時から分かってたこと。何を今さら。かわいそうだ。もっとやれ。謝罪会見ですら自分をセーブできない人がどうして生まれ変われるのかと。東大まで出てこの体たらく。日本には勉強のできるバカが多すぎると思う。眉毛の形変えたの無駄骨だったな。有権者舐めてるわ。まあペラペラ自分語りの長かったこと。ブスなんだよな。へりくつでも議論に勝たないと気が済まない低能チャネラーと一緒だったな。二面性の化け物。ここから新潮女性記者 VS 豊玉由子のバトルが始まる。豊玉由子は声をかぶせ気味で喋り始め、延々と私の主張が正しいと喋り、記者をあなたと呼んで激しく反論している。そして自分から誓いに声をかけて、もう終わってと合図して、記者がまだ質問してるのに強制的に打ち切った。これに関しては豊真由の言い分というか、言いたいことわかるけどな。言い分の中身なんて響かないからどうでもいいんだよ。今回引き出したかったのはこいつの声のトーンね。あえて田舎っぽいトロ臭そうな女記者にねちっこく質問されて、案の定作戦に全力で乗っかってやっちゃいけない声のトーンでやり返してしまったこいつ。これだったらいくらでも怒らせられるわ。3枚ぐらい上手。そりゃ自分が悪いなんて1ミリメートルも思ってないんだもん。謝罪する自分に酔ってるだけ。記者と話していた時の態度が素なんだろうな。マイク斜めに持って顎突き出して話遮って喋り出す。そんな謝罪会見あるかよ。危機管理アドバイザーが泣かずに笑顔で対応しろとアドバイスしたらしいな。謝罪会見なのに微笑んだり笑っていてけしからんと思う人も多いだろ。申し訳なさそうな顔をしていた方が無難なのにアホか。一瞬でこの女の本性を引き出す記者。あんな小娘に手玉に取られて東大も大したことねえな。逆に言うと新聞やテレビの記者は豊田にとって都合のいい質問ばかりしていたということだ。日本の新聞やテレビの記者たちは記者クラブの慣れ合い会見に慣れているからダメダメ。いや議員辞職した上での謝罪ならまだしも、悪いけど上辺だけにしか見えないよ。選挙と落ちちまえばこっちのもんよ。確かに俺がハゲだの死ねだの言われたわけじゃないけど、東大法学部卒元キャリア官僚の現役国会議員の女性がな、小学生の喧嘩通ってグッディで新しい音声テープを出すはずが急遽中止になった。なぜ中止になったのか聞きたいわ。衆議院総選挙が確定的になったから、下手したら選挙妨害で訴えられる可能性があるからだろうな。ほとんど病気。選挙費用ドブに捨てるよりスパッと辞任して田舎の簡単なポスト用意してもらった方が良かっただろうに。もう議員にすがりつくしかないんだろうな。今更どこも雇ってくれないだろうし、かといって自ら起業することもできないし、もうね、性格が顔ににじみ出てるよね。こんな言い方したらまたお母さんに怒られちゃうかな。もう人間の顔してない。何かに取りつかれたんだよ。旦那さんよく我慢してる。まあ同じ穴のムジナなんだろうけど、何回ブーメラン決まるんだよ。周囲から見たらバレバレの嘘なのに、本人だけがまだなんとかなると思ってるやつだな。これ後で振り返ると恥ずかしくて死にたくなる。この人落ちるとこまで落ちるね。まあ当然の報いだけど、前回からどれくらいの票を失って落選するかがむしろ注目。他の秘書の証言たくさん出てんのにね。すぐバレる嘘を。確かにパニックになったら暴言を吐いちゃう人が、大切な会議に出られたら困るね。東大に入る頭脳は持ってるのに、自分が議員を続けることを国民は望んでいないと理解できないんだよ。人間にとって一番難しいことはまさにこれだな。人格なんて簡単に変わらない。私は悪くない。隠し撮りした秘書が悪いと思ってる。これは間違いない。笑いながら怒る人。普通にキレてて笑った。こんな自分可愛いでずっと生きてきた自己中馬鹿の化けの皮を剥がすくらい海線山線の記者にすれば、たやすいことだったろうな。斜め上から記者を見下ろす真由子様が怖かった。ああいうおつぼね様、どこの会社にもいるよね。謝罪会見なのに、ヘラヘラ笑ってて気味が悪かったわ。サイコパスってあんな感じなんだろうな。40年以上これで生きてきたんだから変わるわけがない。健康不安があり、パニックにより何したかも覚えていない精神病患者を担ぎ出すんじゃない。
何考えてんだ後援会は、本人に判断つかないなら、周りが動けよ。